目を覚ませカカロット。楽しいぞ、サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ、そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。さっきから気になっていたのだが、後ろにいるのはお前の子ではないのか。違う。この尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃないか。何だってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんじゃな。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ。飛ばすぞ。弱はつけてやつ。話にならんだ。まだ。話にならんな。カカロットよ、子供は預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺してここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければこの息子は死ぬことになる。うわあ、お父さん。おめえどうしてここに。やつの後をつけてきたのだ。その二人といってもやつは倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、やつとやつの仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。ブルマ、リーダー貸してくれ。均等の速さについてこれるか。ふざけるな。俺様のは貴様のような情けない武空術とは違うんだ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。
身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。死んでしまえ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人、さらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。そら、プレゼントしてやる。ジャックをつけてやるぞ。こいつはどうだ。そら、プレゼントしてやる。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。チッ、手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。ああ、だがこの技は木を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間、やつと一人で戦って注意を引きつけろ。よし、見てみっか。なんだ。俺の力見せてやろう。何？戦闘力1307？お父さんをいじめるな。うわあ！こわ！やめろ。やめてくれ。あいつはまだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。待たせてな。覚悟いいか。やれ。待て、魔眼光殺法。この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。そっとり、だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、遥か宇宙にいる。俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その、二人が、ここにやってくるのか。いつ。1年、たった
と1年後だ。1年、さらに強い戦士が2人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。